こんばんは、ジョン・カビラです。インターナショナルリーグ第7節。燃えるオレンジ色のユニフォームが一層鮮やかです。オランダ代表。ハン・ホイ・ドン、ベウカム、クライハート、セイドウフ、ロナウド・レブール、ダ・ブイッツ、コクール、フランク・レブール、ボハウデ、スタン、デ・ヒュー。続いてデンマーク、スターティングメンバーを紹介します。シュマイクル、リーパー、ヒョイ、ハエンツェ、ポール・ディエン、ヘウベーグ、ニールスン、ヨルゲンスン、ミカイル・ラウドルク、メラー、ブライアン・ラウドルク。以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。さあ、試合開始です。ベウカム。ゴール前、ハンセン、ハンホイ・ドンク。ここはスローイン。繋いでドリブル、バーポスト、シュート、スタン、ベウカム、おっとここからシュート、ゴールキックです。コントロール、さあどう攻めるのか、ミカイル・ラウドルク、果敢にスライディング、短くつないで、クライハート、シュマイクル、さあコーナーキックです。コーナーキックです。パスを回す、クロスボール、スローインです。中山のクライハート、これはコーナーキック、一旦戻す、まず引きってロングのクロスボール、ナイスカバリング、センタリング、ヘディングでクリア、細かく、ヘッドでの競り合い、さあどう攻めるのか、短くつくっていった、シュマイクル、パスを回す、ブライアン・ニールズ、細かくつないで、ニアポスト、クライハート、シュマイクル、さあここからどう攻めるのか、マイナススルー、ゴールキックです。
Seedorf. Paul Gien. ここでホイッスル前半終了
前半両チームとも動きが